これこれが聞きたかった。いいわ、もう一回やろうかな。64! これこれがやりたかった。たまらん。しゃー、ということで、ポケモンスタジアム実況プレイ始めたいと思います。あれ動画間違えたかなと思ってる人もいると思うんですが、ご安心ください。間違っておりません。これはポケモンサトシバージョンの動画でございます。と言いますのも、まあ、前回ねお話ししたようにですね、波乗りピカチュウをゲットするためには、ポケモンスタジアムでなんかピカチュウ、自分で育てたピカチュウポケモンを使ってクリアしなきゃなんないということで、今回ね、私たちの、まあ私のね、今まで育ててきたポケモンたちは、ゲームボーイをね、これ今64に刺してるんですけど、まあ、このようにゴリゴリのバキバキに育ってきたんでバキバキにしてきたんでこいつらで、ね、なんとか優勝してね、波乗りピカチュウをゲットして、俺はピカチュウのなんちゃらサマービーチがやりたい、どうしても。だから、今回のパートはちょっとね、お付き合いいただければと思います。一応ね、3匹合わせて155レベル以内っていうルールなんですけど、なんで、まあ、そのレベルコースは自由なんだけど、とにかくケンタロスが強いってんで、ケンタロスをマックスまで上げて、あと残り2匹で戦う感じに、なってますね。で、レトロフリークの方に、元のデータちゃんと残してあるんで、次回からまたこのレベルで始まるわけじゃないんで、次回からは、前回と同じところから始まります。これはだから番外編ですね。これ別のデータを作って、同じデータなんだけど、元のデータは残ってるんで、大丈夫です。で、ね、あと、丸米とか中野とかは、進化させないと出場できないんだよね。初代はね、40種類ぐらいしかそもそもできないんだって、ポケモンスタジアムが。なんで、ちょっと、進化させてきてたりとかしますね。影丸はちょっとね、進化させるのを、なんか、今進化させちゃうと、後の感動が薄れるかなと思いまして、こんな感じのメンバーになっております。ということで、行こうぜ。どうやってやるのかは分かりません。手持ちのままって言ったら、確かバトルでいいんだよね。オッケー、こわ。で、これだ、トーナメントで、これ、50から55。これ、8回戦ぐらいあるんですよね。8回戦ぐらいあるのよ。で、この自分の手持ちを使うと。オッケー、いいぜ。で、途中1回も負けないで、全部倒さなきゃいけないんで、結構むずいらしいんだけど。だからもうゴリゴリに育ってきてるんだよ。きたー、加藤和彦誰か知らんけど。加藤和彦早いな、選ぶのが。で、これさ、3匹選ぶんだよね。だから相手が何使ってくるかによってまた変わってくるんだけど、どうしようかな相手もケンタロス持ってんな。サンダース、よし、ラストだけ使えばいいみたいなんで、ピカチュウは。なんで、まあ、ちょっとこのメンバーでいこうかなみんなにも内緒にしていく。よし、行ってこい。まずは照り焼き、バキバキの照り焼きで、フーディン。これどうなのバトルのこと何もわからない。これどうなの、なになに、あ、こんな感じの攻略サイトとか見て、ゴリゴリのゴリゴリの構成にしてるんで、エスパーだから別に関係ないよね。じゃあまずここ行こう。ドン、俺の方が早いだろ。フーディンの方が早い。電池波、このゲームね、とにかくその麻痺とか、うわー、この状態異常がマジで強いらしいんだよな。でもこっちの、あー、マジか、頼むよ照り焼き。もう一回行こう、もう一回行こう、うわー、
フーディンってどんな、うわーちょっとやばいよ。テリヤキ大丈夫か。テリヤキ、あーちょ半分も食らってんじゃん。ちょテリヤキ頼む、動いて。よしよしよし、いいよいいよ。でもこれやばいな、次の一撃で死ぬんじゃないか。真っ白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 、麻痺して、どうどう麻痺してしないか、のしかかりで麻痺させるっていう作戦がいいって聞いたんですけど。で次はこれ、あーもうでも相手の方が早いからな、ちょっとなんとか一発されてくんねえか。テリヤキギリ耐えろ、ギリギリ耐えて、あーもうマジか。テリヤキ行かれるときついんだけど正直。誰にしよっかな、じゃあ、ちょっとタイプがわからないんだよねこっちの方が足速そうかな。よし行こう、カトリーヌゲットしたてのカトリーヌで行きたいと思います。カトリーヌ浮いてない、なんかカトリーヌなんか浮いてない。じゃあこれで行こうか。一応10万ボルトも覚えさせてきてるんで。あーもったいねえな、こんな速いの。フーディンって速いのかな。あでも大して食らわね、いいよ。いやさすがに倒せるだろ、さすがに倒せるよな。よし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 、次次次次、うわー怖いなー。まあでも相手サンダース持ってんだよな、サンダース来るかな。スターミーか、スターミー水タイプか。あいいじゃん、こういう時のために覚えさせてきたんだよ。10万ボルトゴー。カトリーン、お前もかよ、お前も持ってんのかよ。ちょ一回耐えて、一回耐えて、一回耐えて、よしよし結構耐える、結構耐える、いいよ、なるべく食らわそう、大丈夫。次は中野がいるからスターミンで、マシナイスマシ、これで俺の方が速くなるだろ。ちょっとクソ興奮する、やべえどうしよう、クソ興奮するわ。これで俺の方が足が速くなるはずだから、マンボルもう一発いこう、いけいけ、よしよしよし、これいったよな、いったよな、いったよな、これはでかい、やばいこれ超楽しい、なんだこれ。よしよしよし、いいぞ、次誰だ。いやここでかいでしょ、これでだって一歩、あーでもあ次俺の方がスピードが速くないと結局一発で死んじゃうよね。ダグトリオ、これはいいよ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 、効果今一つだったら。じゃあ早速じゃあ、あ違う、あ冷凍ビームにすればよかったな。あそうか、速いんだよね、ダグトリオって速いんだよね確かに。しないよね、でも急所に当たんなった、抜群なのか、抜群なのか。あー岩なだれってな、岩タイプ、俺が氷タイプだからか。もうあと1匹しかいないから、あれこれって、あでも俺これってタイプ合ってるじゃん、タイプ合ってるよね、いいよいいよいいよ。この居合斬りマジ邪魔だったんだよな、本当はね宿る木と毒毒でやりたかったんですけど、ただ、不思議バの葉っぱカッターはほぼ 100% 急所に当たるって聞いたから、はえー影分身、これなこういうの結構きついんよな。あ1回でいいから、中野1回でいいぞ、あーもうスカスカじゃんあんだけ打ったら1回ぐらい当てろよお前、スカスカだよ。ちょもう頼む、いや当てれば勝てるな、こいつ当てれば勝てるよ、中野当てれば勝てる、中野1枚でいいから、よし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 、絶対一撃でしょ、よっしゃたまらん、やばいこれ、めっちゃ興奮する、1回戦だけどまだ1回戦だけど、よしよしよし、やったー加藤和人撃破、グレーバチケットだぜ、どんどん行こう、2回戦結城陽次郎、あこれなんか本物の
の本当のそのとあれなんだってね、大会で勝った人たち、強い人たちらしいね。じゃあどうしようかな。いやどうしようかなっつってもさ、正直あの技構成とかまあだ全員ちゃんとやったはやったんだけど、今の3匹がね多分一番強いんだよな。やっぱ大体こうなっちゃうわほぼ多分ほぼこの3匹だわ。行こう。さあ今度はいかなるパンチを見せてくれるのでありましょうか。ちょっと照り焼きもうちょっとね行きたいんだよな、スピードがな。ちょっとこれやばいんじゃないの。てかこれゴーストって当たんないんだっけ。ちょっと待って当たんのこれ。ノーマル技、ちょっとなんか当たんなかったら嫌だから、これでいこう。あ俺の方が早い、いけ。ちょ凍らしてくんねえかな。あ全然食らわないわ。凍ると一発で死ぬらしい、どうやら。めっちゃ急所当ててくるじゃんこいつ、やばいな。これは当たるのか。ここでどのような攻撃に出るか。どう。効果抜群なんだ全然わかんねえマジで。なんで、ゴーストって何。ゴーストでしょ。うわー積んでくるね。いやでもこれ今の隙に一回当てとこう。さあ対する攻撃は一回当てとこう長野。よし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 、これもう急所ほぼ核だから。ああ全然食らわんもういいって、もういいって。どうせこれ9だからな、回復したところで9しか回復できない。これ一回も当たらないで死ぬことあるかな。でもあるよな、このゲーム、このゲームあるんだよな。あった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 、よしよしよし、急回復しとこう一応回復しとこう。よし、毒が回るのが先かどうかって感じだな。猛毒だからどんどんダメージ上がっていくよね。ひぃ、ここでどのような攻撃に出るか。ギリギリいけんじゃない、急所当ててくんねえかな。カトリーヌちゃん、ちょ急所当ててくんねえか。ちょっとやばいから次で次でやばい、カトリーヌ。あーいかんいかん、やーくあーもうちょーさあ、いややっぱちゃんとタイプと か覚えて考えてやんないときついね。全然わからん、なんでゲンガーにあれが効果抜群だったんだ。そもそもゲンガーって何タイプなの。毒タイプなんだ、いや毒も入ってんのか、だから地面が効くのか。あーもう一回行こう。まあ何回も何回もやって覚えていくしかないな。影分身か、そうだよな。まあそうくるよな。当てろ。おっと、いや当たってるか、どう見ても当たってんだろ今の。なんてだよ、水浸しになってたじゃねえかダグトリオ。当たってただろ、これはちょっとさすがに正規の誤信と言わざるを得ない。絶対当たってたもん。あとに波乗りが外れることはねえ、外れることはないぞ。当たってるだろうだから、何言ってんだこいつマジで。氷強えな。よし、まずは1回戦突破。1回戦は割といい感じじゃない。で俺の方が早いし、よしよし勝った勝った。どう攻めるか。よっけよっけよっけ、ナイスプレイ、ナイスファイト。やっと2回戦1時間ぐらいやってやっと2回戦だぞ。なかなかきついな。プレバッ
け。俺途中からできねえって、俺なかなかきついっすね。ギリギリだもん。誰だよこいつ。結城陽次郎出すよ。グッラ。試合終了。試合終了。朝岡な。場合によるけど、場合によっては僕のいるタイプもいるな。やらですけど、ラッキー当ててくんね。実験がてら、ラッキー。161ルージュラーを正雄の破壊光線がどこまで通るかっていうのを見たい。ナイス。もうルージュラーはいけるわ。じゃあルージュラーもう一発でいけないから。ちょっと待って、マサオ強え、マサオ強えぞ。さあ普通に、おらえちょ、変な声出た。よしよし、90いくだろ普通に。のしかかりであんだけいたら、よし、マサオ強え、いいよ。暗い状況だが、どう攻めるか。マサオって3立てじゃん。ここに来て頭角を現し始めたな。試合終了。よし、うん、よっ、いいね、いいよいいよいいよ。これ何回目、2回目、3回目。あれ最高記録じゃない藤田美香、女の子だ。もうそガチガチ、女の子ガチガチじゃねえかパーティー。いや、マサオの破壊光線でどこまでいけるかだよな。スターミー、フリーザー、ま、破壊光線で一発ぶち抜け無理かな。フリーザー HP、 あーでも HP200 ぐらいあったな。絶対無理だな。ケンタロスね。あ、なんか BGM が変わった。クレアってなんだよあれ、相手の名前。あ、ケンタロスの名前じゃなくて人の名前か。お前ミカじゃねえか。多分破壊コースにしてくるよね。でも相手の方が早いでしょ。のしかかっとこう。まずはどのような攻撃か。影分身か。ここで回避率をアップです。まあまあそれはそれでいい。対する攻撃は、当ててくれ頼む。一回の時がチャンス。ダメージはまずまずといったところ。114これいけんの、しょうがない。もう打つ、打つわ。破壊コース打ってこい。さあ、今度の攻撃は影分身か。ここで回避率をアップです。まあまあでも食らうよりマシか。対する攻撃は、当たればそう、攻撃が外れた。まあのしかかると赤いコースって命中10ぐらいしか変わんねえんだけど、どうなんだろう。それでものしかかるのもいいのかな。さあ、まあ多少当たりやすいんだろうけど、ここで回避率をアップです。のしかかり3回とかやってるよりは、対する攻撃は一発当てちゃった方がいいのかな。当ててくれ、頼む。うわお前は1回でいいから。あーもうダメか。さあよっしゃ、抜いたろ。120、マジか。これ硬いっすね。ここでどのような攻撃、やばい、どう攻めるか。おっと攻撃が外れては、おっと攻撃が外れ試合終了。ちょっと照り焼き頼む、1回
回でいいんだよ。相手はかなり弱っている。一回でいいんだから。攻めるか。おっと、攻撃が外れた。おっと、攻撃が外れた。攻撃は。おっと、攻撃が外れた。よし、ちょっと思い切って技構成を変えてきました。どうなるかな、吉と出るか凶と出るか。試合終了。レベル上げをし直してきました。なんか最初適当にレベル上げしたんですけど、なんかネットでいろいろ調べてニドラン狩りなるものをしてニドラも殺しまくっていわゆる努力値ってやつを多分マックスになったんじゃないかなと思うんで、ガチガチにレベル上げしてきたんで、まあさっきより明らかに強くなってるもんな。ちょっとこれでやってみよう。若干また技構成も変わってはいるんだけど、いやでもね、これで今まで一発で倒せなかったやつとかが一発で倒せるようになってたらかなりでかいんだけど、先手だな。素早さが上がって先手が取れるようになってたりしないかな。スターミーの先手とか取れたらマジクソ強なんだけどな。フーディンもそうだよな、まあ、フーディンはもともと一撃で倒せたんで、赤い光線でちょ先手取れねえかな。おお来てる、これはいい。いやめっちゃでかい声出ためっちゃでかい声出た。いや絶対一撃で倒せる。さっきより攻撃力上がってんだから落ちるよな。よし、いやマジででかい。フーディンの先手取れるのはでかい。さすがにスターミーとかダグトリあたりはきついのかな。あと相手のケンタロスだな。相手のケンタロスに先手が取れれば、55はきつくても51レベルぐらいならいければ。あ、ダグトリオだ。で、ダグトリオも吹雪一発で倒せなかったんだけど、3とか残るんだよね。いやーマジかー、これはでかい。照り焼きや。よしよしよし、これはでかい、マジで。よっしゃー、おい、ちょっと待てよ。気持ちよすぎるよ。アスターミーちょっと試させてくれよ。ちなみに、いやさすがに先手取れたとしても破壊光線一撃でスターミーは倒せないと思うんですけど、まあでもこれどうせ勝ったから一回試すわ。先手取れるかどうか。取れる取れる取れる。破壊光線はさすがに残るよな。30、40残ってたからね。そうだよね、そうだよね。まあ、これはいい、これはいいでしょ、これはいいでしょ。最近はどんぐらい。あー、めっちゃ特殊もめっちゃ高くなってるわ。これ、ま、下手したらこのまま勝てちゃうな。先手取れるからな。まあ、次の最近が急所に当たらなければ照り焼きでいけちゃうでしょ。まあ、今特殊下がってるからきついけど、いやでも多分耐えるでしょこれなら。よし、で先手取れるんでしょ。最強かよ。おい、マジでよかった、待ってよかった。マジでニドラン1匹倒しても経験値20とかしか入んねえからな。まあそれがいいらしいんだけど、そうじゃないと努力値が55までに詰めないとかなんとかかんとかのさ、1000匹くらい勝ってケンタロスで1000匹、ラプラスで1000匹みたいな。おーし、よし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 、いやーこれはマジで嬉しいわ。ちょっとマジこれいけるぞ。ケンタロスが最強と言われるゆえんがやっと分かった。そういうことなんだな。これマジいけるいける。あーもうほんと頼むわ。もうここでこのポケモンサトシバージョン終わるかと思ったマジで。スターミーか、55スターミーか。さすがに先手取れねえかな。まあ先手取れなかったとしても、まあ2発確定なんで、
さすがに取れねえな、55は取れねえわ。しゃあない、ここで回避率をアップです。大丈夫、さあ大丈夫、攻撃は問題ない、よし問題ない。半分くらいいかねえかな、半分いかねえか、大丈夫大丈夫、問題ない問題ない。もう一回小さくなる、来るから。さあ今度の攻撃は大丈夫大丈夫、問題ない問題ない、回避率をアップです。さあ対する攻撃は、10万ボルトとか持ってるよな。まあ最悪当たんなくてもいい、まあいいまあいいまあいい、まあ、いい、そうだね。変えよう、変えます。どうすかな、ちょっと待って、10万ボルト持ってるから、でマサオだな、いこう。ここでポケモンをチェンジだ。大丈夫、これはね時間かければ勝てるんで、これは勝てるんです、時間かければ。さあ今度の攻撃、大丈夫大丈夫、ここで回避率をアップです。ちょっとどこら辺まで動画に入れてるかわからないんだけど影分身ドクドク眠るっていうねすげえ、影分身の相手の攻撃が当たらないし、ドクドクで相手はちょっとずつ食らっていって、こっちが食らったら眠るっていうスーパーコンボがあるんだよ。大丈夫なんです。もう今更ドクドクやってもそうそう当たらないんで、こっちも影分身積みます。で、この状態になったら、まあ、ドクドク打ってもいいんだけど、ドクドクそもそも 85% だから、まあのし、ああそうね、まあのしかかり2回当てる方が早い気がするな。自己再生か、ああそうなんだ、自己再生あると毒、ああ毒積みてえな、正直積みてえな、うん、毒積むか、ドクドク奇跡的に1回当たってくんねえかな。さあ対する攻撃は、よし入る、入った、激しいバトルです。こいつも2匹目か、あ違う1匹目、あ2匹目か。そしたらのしかかりなんだよな、毒が、あーそうくるね、そうくるね。いやでもこれはいい、いいよいいよ、一発当てられるから。こいつは爆発しそうだな、影分身6回積んでるからそうそう当たらん。で終わりと、よしで、スターミン引きずり出して、で影分身の効果消えてるよね、あいつ戻したから。毒にさせるとそう戻したりするんだよね、これ結構美味しいよな、ある意味影分身対策になる。あ違う、あそうか、違うのか、まだいんのか、破壊光線ないんで、でもどうせ相手の攻撃当たらんから関係ねえ関係ねえ、もう6回積んでる時点でもう勝ち確みたいなもんだ。そうかい、ああそうかい、ああ独特だったな。半分くらいいくか、まさかだいぶ、うわあ、ちょっと早めの独特、早めの独特、ここでどのような攻撃してるか、ここで早めの独特、どうしたらまたスターミン出てくる可能性あるよな。まさ当ててくれ、よしナイスすぎる、ナイスすぎるわ。こうなったらもうこっちのも完全にこっちのペース、まあ励みしててもらって構わない、毒で食らうし、毒で食らいまくるとそのうち変えるから、なぜかでもなんかね、変えるとね、猛毒がなんかただの毒に戻る感じがするんだよね、気のせいかな、なんかダメージが異常にちっちゃくなるんだよね、ポケモン変えると。そういうもんな、いやー毒毒強え、マジでこの影分身には毒毒ないと勝てないレベルだ。次50とかくらいだ、当てちゃえもう、まあまあまあいいけど、あと2ターンで死ぬから、まあ、ワンチャン変えてくるけどな、変えてきたな。でスターミー出てきて、毒毒がなんか弱えんだよなんか知んねえけど、わあどうせ次自己再来るよな、相手はかなり弱っている、あー当ててくれーマサオ、よしナイス、オッケー勝った、ここでポケモンをチェンジだ、出てこいマサコ、マサコとマサオで仲良くやろうぜ最後は。これで猛毒が一旦リセットされるってことなのか、でも当たるだろのしかかりが、小さくなって影分身来て、1回ぐらいなら大丈夫でしょう、よしよしよし、もうこいつ変えられんからどうせ毒で死ぬわ、8角、8角だわ、
ここでどのような攻撃に出るか。ここで回避率をアップです。これ毒次20食らえばちゃんと猛毒になってるけど、あーやっぱ10しか食らわねえよな。なんで当たった。よし、オッケー。いや理想的ですね、理想的な戦い方。相手が影分身戦法できたら早めにカビゴンに変えて毒こっちも影分身を積むと。同じ影分身積みだったら眠るを持ってるこっちの方が絶対強いからな。完璧と言って過言ではないだろう。よし、おいや。 Good luck.